清志です。体道場楽整骨院清志の代表やってます。治療家として整骨しながらもスポーツ治療などしてスポーツの現場で運動指導などをさせてもらってます。今回なんですけれども、ちょっと、私エクスペリアも使ってる人間なんですけども、あのシネマプロっていうそのアプリがありまして、ちょっと高精細に撮れるカメラがあるんですよね。カメラアプリがあるんですよね。でそれでちょっとダッシュ撮ってみました。でダッシュの、スタートダッシュのところを、しっかり撮ってみた映像をちょっと見ていただいて、体の傾き方とかどういうところを意識して走ってるとか、そういうのをちょっと見てもらいたいなと思います。まあ、ちょっとその実験的な回です。走りのフォームを見ていただきたいなと思います。まずは、オリジナルスピードの動画を見ていただきたいなと思います。お願いします。はい、まあ一瞬なんで、3回続けて見てもらいましたけれども、まあ、あんな感じです。まあ、本当に普通に走ってるだけなんですけども、あのスピードです。まあ、まあ意外といいんじゃないかなと思います。まあ、でも陸上部からしたら、もっとこうした方がとかってあるかもしれないですけど、一応私の今の体力レベルの中で頑張って走ってみようというのがあの感じ。では、今の走りとはまた別でスローモーションに撮ったやつなんですけども、スロー再生するもの、FPS だとか、そういうものをちょっと変えて、いじくって撮ったバージョンを見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。これも、まあ、スローと一瞬なので、3回見てまいりました。しっかりと傾きを取ること、骨盤がしっかり立っていること、踏むところ、踏んだ後のピッチの切り返しをしっかり速くすることを意識してやってみました。まあ、言ってもね、下はただのアスファルトだし、なかなかちょっと難しいところもあるんですけれども、まあ、あんな感じで走ってみました。まあ、当然ね、もうプロのランナーからすれば全然大したことない走りですけれども、あんなやっていくと一応40歳超えでもあれぐらいは走れますよって感じですね。で、あのダッシュの仕方がサッカーとかで活かせるといい。そのいろんな、バスケで言えばドライブに入っている時のダッシュ1本目とか、そういうところへの使い方をできるように僕らはスポーツトレーナーとしては組み込んでいくと、トレーニングの中で組み込んでいく。ただ練習でもうガッていくんだよとか言って、あの精神論じゃなくて技術的な話で、こうやったらもっと走りやすくなるよねとか、なんだろうな、もっと動きやすくなるよとか、パフォーマンスに活かせるよっていうことを意識しながらやっていくと、まあ、その中での、基本的な自分の体を移動させる、できるだけ素早く移動させるためのダッシュのスタートの場所をちょっと見てもらったという感じですね。まあ、これがあったからなんだってことであるんですけど、ちょっと撮ってみたので、見てもらいたいなと思って、もうちょっとこうやった方がいいんじゃないみたいなことがあるかもしれませんが、まあ、そこは陸上でも何でもないので、動きとしてはやっぱちょっと見た感じ重いなとかパワー感ねえなっていうのは思いましたけど、まあその程度ですよ。だからトレーニングするんです。はい。でも、まあ、そこそこ走れてるんじゃないかなと思います。はい。まあ、その程度です。で、動き方の、まあ、流れとして作ってみただけなので、ぜひ、ちょっと見て、感想をいただけたらいいかなと思っています。はい。まあ、一応、こういうところで、また、今、話した上で、もう一回ちょっと見てみましょう。オリジナルのスピードとスローをもう一度、お願いします。はい、どうだったでしょうか。一応傾いていく、後ろに一歩も引かずに、
しっかり固めていく、体の重心を意識して重心を前に持っていく、しっかり傾けていく、ちゃんと、その送るための場所に足をついていく、ピッチを速くしていく、で体安定させておくっていうことを意識してやっていました。はい、もっともっといろいろあるんですけどね。まあ一応そういうところだけ考えてやってみました。はい、という回でした。まあ、これは試験的ですよね。まあ、ちょっと お口直しじゃないけど、まあ、ちょっとこんな感じで走る人もいるんだなと思ってみていただければいいかなと思います。はい、では以上です。チャンネル登録、いいね、もしあったらよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。